こちらが自動起動式のシャッターガードといいまして、プレスの現場では通常両手押しボタンで、このようなボタンを使って操作をすることが当たり前になっています。で非常に1日に、1000回ですとか5000回ですとか押す作業というのは非常に疲れるんですよね。ものによってはもう腱鞘炎になるとか肩こりをするとかそういうものを解消するために弊社の方で開発をしました。でこの青い枠の部分ですね、これを今お客様のお使いのプレスにこう後付けをするというやり方で取り付けを行っています。で操作方法なんですけども、全く押しボタンも足踏みのスイッチもいらないんですよね。センサーが人間の手の動きをこう感知をして手が危険エリアから出たというのを判断してガードが閉まります。でガードが閉まったという信号でプレスがこう降りるということになってますね。で、大きな特徴としましてはまず一つですよね、自動でこう起動してシャッターが閉まるということでプレスにこう近づけて設置をすることができると。で通常のプレスの安全器である放電管、これは国の法律で決まってまして安全距離を設けなきゃいけないと。ちょうど赤いラインのところですね、だいたい立ち位置がこの辺になってしまいます。でこの位置で、作業をしますとどうしても体が前に後ろにということで、これも繰り返しの作業で非常に疲れてしまいます。でシャッターガードは安全距離ゼロということで取り付けることができるのでご覧のように、手の動きが少なくて、楽に作業化することができるというのが一つ特徴にあります。で次にですけどもカタログにありますようにこのガード板が8ミリのポリカボネートでできてます。素材メーカーさんからのデータによりますとライフルの弾も貫通しないという強度があります。例えば物を2つ入れてしまった金型がずれてしまったというのトラブルで万一こう金型が弾けて作業者の方に飛んでくるということがあると思うんですけどもそういう事故からオペレーターさんを守ることができます。でそういった近くで作業できる安心して作業できると両手押しボタンがいらないというのが積み重なってですね、だいたい取り付けいただいたお客様生産がですね2割から3割ですねアップしているという結果を出てます。で枠の大きさが全部でこう6種類今用意してますので、小さい20トン30トンのプレスから大きいものですと単造の1000トンプレス、さまざまなプレスに取り付けている実績がありますので、ぜひご利用いただければと思います。